近のなんかね、うんうん、あの、うん、脳を鍛える頭のねトレーニングみたいなゲームもやる、うん、あるからさ、脳を鍛える頭のトレーニングってダブってる人なの、あれね、面白いんよ、あれ面白いんよって、フルとしてフル DS やろ時代、古いな、よく喋るな君の時から、誰が言うとんねん、お前が喋っとんねん、ずっと、ココナの彼氏です、そうです、切ります。なんで切るんですか、うるさいからですか、人がこうやって論破して論破してる中で、はい、あ、自分負けそうだなって思ったらお金を切って、それってまるで喋ってるとこで口論の中で人を殴って、お前はお前は手を出して止めた方がいいみたいな、あ、切ったな、こいつ請求マジでありえない、こいつ切りやがった請求まあ、これが警察のやり方なんで、あ、こういうのはいいんすね、いいですね、あ、いいんだ、それを続けるとお前はもういろんな方面からボコボコにされる、時間離れてもらっていいですか、あ、すいません、すいません、これだから良かったものをなあ、あ、あれどうした、あたおさん間違えてロイヤー送っちゃった、なんか、あ、え、どっか送ったの、ロイヤー送っちゃった、なんだ、あたおさん間違えてロイヤー送っちゃいました、おい、バカや、やべ、おい、どうすんだお前、これはやばいぞ、あ、大丈夫か、いや、大丈夫よ、こんにちは、どうもどうも、こんにちは、ハロー、一言どう、け、あの、ビリビリ打ってくれませんか、こいつに、俺、気持ちがないんですよね、何してんすか、あなたはさっきから、助けてーキング、なんかすげーの持ちたんだよ、どうしたの、あ、おい、おいっす、こんにちは、なんだ、君何歳、あ、もう21です、あー、俺、僕あの40だから、君敬語ね、高っ年あー、頼むよ、40のつるりんじゃないだろ、そこは頼むよ、40のつるりんやな、あー、あ、今あの、なんか、タラオくんって子が、あの、上から落ちちゃったみたいで、怪我してる、ドア付近だけ聞こえる、上から落ちたの、まあ、上から落ちちゃったみたいで、上って言っても、あの、想像より5倍くらい上なんだけど、相当上やな、じゃあ、相当上だったら、屋根突き抜けとるな、想像より5倍、県の全部透明だから見える、よく喋るね、相当やな、でも言うぞ、大丈夫、待って、待って、ちなみにラドウさんは何したの、これ、やっぱ遅かった、頭が痛いです、あの時のワイロダメだったから、どうしたの、あの時のワイロダメだったから、ラドウくん、ごめんな、あ、すいません、あの僕は悪いんですよ、賄賂だと知らなくて開けちゃったんですよ、ラダオ君、あんま言わん方がええでしょ、ほんと許しやでください、言わん方がええでしょ、すいません、あ、じゃあズズさん、はいはい、外に持って行った方がいいのでは、ケーキのさ、うん、あとやり方わかるよ、ね、わかるよ、あ、オッケーオッケーオッケー、多分知らないと思うから、あ、これリスポンスは病院行くんか、教えてあげてほしい、教えるよ、わかんないけど、よくないの、後ろ指刺されちゃいますよ、おいで、わかんないけど、後ろ指刺されると、ミミズクじゃない、僕はキングスターダイヤモンドズズだ、あ、ほんとに、そう、よし、まあ、まず捕まってしまったんだね、悪いことして、いや、してないんですけどね、いいよ、いいよいい、分かってる、うん、みんなそういう、ここに入ってくるやつだ、うん、してない、ね、本当にしてないんですけど、ね、大丈夫、大丈夫だから、うん、大丈夫、まあ、はいはい、こっちです、はい、ありがとうございます、はい、だから、牢屋にぶち込むときは近寄らない方がいいらしいですよ、はい、まあ、それはそうか、僕は何回もそれで警察をここに送ってるからね、心の目ってわかるっけ、はい、わかります、そう、心の目でこの真ん中の、真ん中だ、そう、真ん中の公衆電話を見るんよ、よいしょ、あどうしたんすか、お腹空いて倒れた、助けて本当だ、俺もお腹空いてる、危ねえ、やばい、うわぁ、助けて、え、これどうやって助けるの、それは俺もわからない、どうしようこれ救急隊来んのか、来るのかな、ここごめん、ごめん、あ、じゃあ、どうもこれ何やったらいいんですか、これ、あー、本来は30分ぐらいが中にいないといけんのよ、あー、そうなんだ、あー、大丈夫ですか、大丈夫、ありがとう何もしないけど、何事故なんすか、
そうだから、でも仕事をして景気時間を減らすんよ。ああ、チューズ、あのジョブで、それでジョブ選ぶんだけど、一番いいのはクック。クック、そう。ああ、クック、クック得意っすよ。ああ、今日作るのめっちゃ得意っすよ、僕。あ、そうなんよ。うん、赤い印みたいの。あ、やべえ、クック選んでね。なんてやねん。なんか何しに行ってんじゃん。あ、ありました、ありました、ありました。あった、あった、あった。これか。そうそう、そこを押してっていうと、また別のとこに赤い三角出るから。よいしょ。どうも。メロンさん、はい、すごくしてるな。オッケー。どうも。あ、どうもっす。あ、ね、二重そこらの。二重そこらって何？フィングスターダイヤモンドズズ。あ、そう。あざっす。名前か。あ、こんにちは。お主は？あ、まあ、私はロス試験のツボーラというものだが。あ、そうなんや。あ、よろしく。あ、よろしくな。初めて刑務所。あ、まあでも、あ、でも5回目ぐらいじゃないか。5回目？ 5回も入っとんの？いや、まあ見てる側だよ、もちろん。見てる側。見てる側？だからロス試験のものだ、私。それやばくない？え、嘘、ロス試験のものなの？あ、そうだよ。さっきも聞いたな、聞いたとか。あんま驚くないよ、そんな。いや、驚くやろ、ここ入ったらあかんやろ。あ、初めてか。装備おのて。ロス試験、装備おのて。かち割るぜ、頭。さっき、あ、そんなこと言わんほうがいいの。かち割ってやった。あ、そんなこと言わないほうがいいの、普通に。人と絡んでるとき。これ出たらやばいっすか、ここから。あ、で、いや、まあ、犯罪者がビビってんだよ、こんなちょっとしたことに。いや、ビビるだろ、なんか情報がぐちゃぐちゃすぎて分からんのよ、まず。あ、分かんねえか。つかめねえから、キャラが全然。まだ若いんだから、頑張って頭の整理しないと。いやいや、もう若いんだから、え、おいくつだ。最近、なんかね、脳を鍛える頭のね、トレーニングみたいなゲームもやる、あるからさ。脳を鍛える頭のトレーニングってダブってる人なの、あれね、面白いんよ、あれ。面白いんよって、フルとして、フル、DS やろ時代。古いな。よく喋るな、君の、さっきから。誰が言うとんねん、お前が喋っとんねん、ずっと。ずっと喋ってるもん。お前が喋ってんだ、ずっと。すごいんだよ。違うわ、俺、間に入れてるだけやねん。なんで一緒だろ、これ。いや、君の喋りの間に入れてるだけやねんな、普通に。何してんの？何してんの？いや、何してんの？じゃ、気がついたら、こん中入ってたなんて、なんか。何してんだろ、ここから。なんか、で、太郎くんが言ってたよ、この、ベテランさんだって。うん、じゃあ、お前5回入ってんだろ、こん中に。わかるだろ、さすがに。入ってるわけないでしょ。入ってるわけないでしょって、じゃあさっき入ってる5回ってなんだよ、じゃあ。私はあれだよ、ねえ、ロス試験のものだから。これ待ち時間は終わったらどうするんですか、これ。それ何、ずっと。4回は、4回は外側の人だよ。外側の人ってなんだよ、まず。いや、外側だよ、わかんない。これ出るには、この真ん中の、電話を心の目で見て、一番これか。そう、心の目で一番分かんなかったね、心の目言って君が。で、見て一番上のボタンを押せば、タラ君は出れると思うよ。え、一番上、はい。そうそうそう、それで出れるんかい、あいつも。あいつも出れるんかい。そして出れるんかい。キングスターダイヤモンドのマスターじゃねえわ。じゃあマターじゃねえわ。またここでタイミングが良ければね。入るなよ、ここも。おい、明日ここ八甲前みたいに言うな、ここ。じゃあな、じゃねえ、おい。バカスリーガー、おい。